STS-104 は、スペースシャトルアトランティスを用いて行われた、国際宇宙ステーションへのミッションである。2001年7月に、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。主な目的は、クエストモジュールの取り付けと ISS の維持管理である。3度の宇宙遊泳を含むミッションは成功し、事故なく、地球に帰還した。STS-104 の主な目的は、 クエストモジュールの運搬と取り付けだった。これはジョイントエアロックでシリンダー状の機密された2つの部屋がハッチでつながっている構造をしていた。ISS に取り付けられ起動された後は ISS からの宇宙遊泳の主な出口として働いた。ジョイントエアロックは長さ6.1メートル、直径4.0メートルで重量は5.9トンである。 アラバマ州ハンツビルのマーシャル宇宙飛行センターで、ボーイングによって製造された。また、STS-104 では、スペースラブの4つの高圧ガス容器も運ばれ、エアロックの外側に取り付けられた。ミッションスペシャリストのマイケル・ガーンハートと、ジェームズ・レイリーは3度の宇宙遊泳を行い、合計で16時間30分を船外で過ごした。最初の宇宙遊泳では、 エアーロックの取り付けを補助した。二度目と三度目には四つの高圧ガスタンクや手すり、生命維持装置等をエアーロックの外壁に取り付けた。三度目の宇宙遊泳はクエスト自身から出て行われた。NASA の有人飛行ではジェミニ計画以来乗組員は宇宙での1日の始まりに特別な音楽を流すことになっている。それぞれの音楽は 家族等により特別に選ばれたもので、乗組員各自にとって特別な意味を持つか、日常の業務に適したものである。ありがとうございます。